はい、ありがとうございます。はい、先ほどまでは中村さんが国際教育に興味を持ったきっかけっていうところも含めてお話しいただいたんですけど、はい、この動画では今中村さんが代表を務めてらっしゃる仲良し学園のことをお聞きしたいなと思ってて、はい、そもそも仲良し学園ってどういう目的で作られたのかっていうところも含めてお聞きしたいんですけど、はい、さっき話したカンボジアという国に行き始めて授業するようになって、うん、そうするとまた来てくれまた来てくれでまた授業しに行く。カンボジアに昔月1ぐらいで結局行ってたんですよ。そうなんですね。もうなんか飲み代に使ってたお金を頑張って我慢して、はい、で貯めたお金で航空券買ってカンボジア行って授業して、まあ、週末行ってまた戻ってきて、だからそれを繰り返していくと、はい、自分の生徒たちがカンボジアって洋服とか使いますか、こういうの使えませんか、算数セットあります、うん、こういう声がいっぱい来たんですね、うん、そういうのを届けていくことに私も行きたいですっていう声が今度どんどん出てきて、じゃあ一緒に行くか授業するかって形でやっていたのが、それを約 5,6 年続けていった時に個人で動いてたものがみんな大きなものをやりたいから、じゃあみんな協力するから団体を作ろうってことでできたのが NPO 法人仲良し学園プロジェクトということで、今は日本で勉強してるだけではやっぱりなかなか知識だけで頭でっかちになっちゃいますよね。だったら現場でその学んだことを生かすための場、しかも結構今昔でいう AO 入試、今総合型選抜という名前になったんですけど、海外でボランティア経験ありますかって問われるんですよ。なかなか海外の経験ってないですよね、今日本の子って。いや本当にないっていうか今それ聞かれるんですね、はい、特に医学部とか医療系はもう必ず聞かれると言っていいほど、海外ボランティアありますかと。でみんなそれのネタを探すから、それこそスタディーツアーにみんな行くわけじゃないですか、はいはい、で僕も最初スタディーツアーだったけど、スタディーツアーって見てるだけなんで、そうなんですね、ボランティアではないですよね。でそれこそさっきの話で言う授業やってくれって無茶振りされた時に何かできる、はい、で相手が喜ぶ、ここまで作れたらボランティアになるなと。じゃあ僕ら仲良し学園はそれをプロデュースすればいいんじゃないかと、はいはいはい、僕教育の専門なので生徒たちがこんな授業やりたいです、あじゃあいいね、それだったらこういう授業にしようかって形でつないで連れていく、まあ、こういうのを作ったらもっと幅が広がるし、日本の子たちにもいいことがある、海外の子たちにも授業として提供できる、まあ、こういうのを考えたのが仲良し学園の構想でした。なるほど、ありがとうございます、うん、まあ、通常のスタディーツアーって表面的なところをすごく見るだけなんですよね、うん、はい、でそこで起こすアクションっていうのはあんまりやってるところは少ないっていう中で、仲良し学園っていうところはそこもアクションを入れましょうと、はい、能動的に動いてもらいましょうっていうところをプロジェクト化したっていうのが今されてらっしゃるんですかね、はい、そうですね、なんかよくある夏休みの自由研究って本当は自由研究だからすっごい可能性広がるんですよね。だけど面倒くさい子ってお店でキット買ってきちゃうじゃないですか。スタディーツアーは多分キットなんですよね、もう予定されたものでこれをやってください、だからこの作業をやる、これでおしまい。だけど僕らはゼロベースで何がやりたいかから、だから例えば機械でめっちゃ面白いの作ってやろうみたいな子たちが海外という場を舞台にこういう授業やりたい、それにはやっぱ専門家がちゃんと見てこれならいける、これだと教育効果ここにあるねって教えてあげたら本当の自由に活動ができるんじゃないかなと思いました。確かに中村さんおっしゃることってすごく受けられる方、参加される方ってすごくためになる一方で、はい、逆の視点から見ると学生さんとかって01を作るとか、はい、すごく難しいかなって思ってるんですよね、はい、そういったところってどういう形でフォローされてるんですか。例えばまず僕がベースにするのは一番僕らの団体では小さい子で5歳からで、はい、上はもう60、70ぐらいまで年齢問わずで募集しているの で、うんうん、で例えば5歳の子にまず何やりたいって聞いた時にお絵描きがしたいって言ったら、うん、じゃあもうこれで授業って成立するんですよ、うん、絵を描くと一つ言っても現地は絵の具がなかったり、それこそ木の棒で父に絵を描いてるとか、うんうんうん、そういうレベルの子たちに絵の具というものを初めて持ってって、それで絵の具でみんなで絵を描こうとか、はい、絵のプレゼント交換をしようとか、もっと言うとクレヨンでスクラッチアートってあるの知ってます？全然知らないです。これも真っ白な画用紙にまずいろんなクレヨンで色を塗っとくんですよ、はい、でその上を一回黒で全部塗りつぶす、したら真っ黒になりますよね。 そこをクレヨンって油でできてるので分離しないんですよね、はい、で、はいはい、上の一部の黒い部分だけを硬いもので削っていくとカラフルな絵が生まれていく。じゃあその前になんでこれ起きんのか言って理科もミックスしようかみたいな、うん、だから今言ったように油が分離しないでこうやって乗っかってるから表層の部分切り剥がしてこれが描けるよって僕が座学で説明した後に、じゃあ講師の何々さんですって言って、はいじゃあ実演しますって言ったらみんな本当じゃんみたいな、こういう授業にすることで授業誰でもできますね。いやめちゃくちゃ面白いですね。それをだって自分たちで考えて、うん、自分たちでアクションを起こして、はい、その経験を持って帰れるわけですよね。そうですね。なるほど。それちなみになんですけど、はい、アジアとかは最短3日ですよね。はい、でアフリカとかだったらどれぐらいですか。まあ、約1週間ぐらいですね、うん、コロナ前よく言ってたのがコンゴとルワンダって国境を通じてるので、うん、3とかで2カ国行っちゃおうとか、はいはい、で僕コロナ禍でもマスクプロジェクトといってウイルスを教える授業をしに行ったんですけど、ウガンダの難民キャンプに行くことを去年決めて、うん、ウガンダ行くんだって言ったらルワンダの仲間たちがみんな怒るんですよ、うん、お前ウガンダとか超地形じゃんかなんで来ないんだルワンダにみたいな、はいはいはい、
行ける行けるよ、飛行機乗ったら迎えに行くからって言って、じゃあルワンダ追加でって、はい、まあ、こんな感じでいろんな国またぎながら行ってたりしますね、うんうん、なるほど、ありがとうございます。今って、はい、ちなみに仲良し学園プロジェクトはどこの国を対象されてらっしゃるんですか？カンボジアからスタートして、はい、でカンボジアやってたらルワンダにお誘いが来て、あ、そうなんですね、はい、今度はコンゴにも来てくれと言われて、はいはい、でコンゴの兄弟がいる国でウガンダにこの前行きましたしでそんなんやってたら、はい、日本で日本ユネスコというね、はい、国連のユネスコあるんですけど、はい、から招待を受けてネパールでも授業すると。今この5カ国ですね。なるほど。でも今後シリアとか旧ユーゴスラビアの国々とか南スーダンからもオファー来てるんですよね。まあもうどんどん広がるんですけど、いろいろな問題ありそうなところに行っていくので、はい、考えながら活動は進めていこうと思ってます、はいはい、なるほど。一番気になってるのは、はいはい、どういうふうにコネクションつないでやってるんですか？はいはい、まず僕は危ないどこも一人で行ってって絶対しないんですよ、うんうん、なぜなら下5歳からお年寄りの方も連れていくし、安全って絶対確保しなきゃいけなくて、はい、安全性をどこで担保するかって言った時に、うんうん、自分が実際に会って付き合った人だったり、例えば校長先生とか行政のリーダーとか、はい、もうこういう方とちゃんとつながった時に行けるなって取るので、ルワンダの時は僕がお姉ちゃんと呼んでるマリー・ルイズという女性がいるんですけど、彼女はルワンダの27年前のジェノサイドの生存者で、自分も辛い経験して、でもその時に日本人が助けてくれたんですね、はいはいはい、日本に留学ビザを取ってくれて一家全員で日本に避難できた、それで命が助かったという。でそこから今日本人に帰化して日本とルワンダを結びながら活動している方がいるんですよ。へー、そうなんですね。でその方が僕の話を聞いて、中村さんの授業をルワンダでもやってくれってことで、もう7年とかなりますかね、ずっとルワンダも通いながら、そうなんですね、通ってますね、ルワンダに。そうなんです。なるほど、ありがとうございます、はい、ちなみになんですけど、はい、仲良し学園2007年に作って、はいはい、今何期目ですか？仲良し学園自体は2007からなんで、もう15年ぐらいですね、うん、なるほど。でも仲良し学園プロジェクトの NPO を立ててからは4年目になります。4年目なんですね、はい、ちなみに辛かったこととか嬉しかったこととかってあります？辛かったことはですね、はい、基本ないんですよ、はいはい、海外に行くと差別や偏見を受けたとかあるじゃないですか、うん、僕ねないんですよ。あ、そうなんですね、はい、初めてアフリカ行った時も正直今でこそもう仲間がいっぱいいて安心なんですけど、最初アフリカ行った時に日本成田から韓国インチョン経由してアディスアベバというね、エチオピア入るんですけど、はいはい、エチオピアでアジア人が一人もいなくなったんですよ。そうですよね、周りアフリカ人ばっかり、うんうん、えって思ったらウガンダのシスターたちが10人ぐらいゾロゾロってきて、僕ね海外の人ってみんな大阪のおばちゃんだと思ってるんですよでそしたらシスターたちがあんたどこから来たの、ジャパンジャパン、どこ行くの、ルワンダ行くんだよ、何しにルワンダ行くの、いや先生やっててこういうのでねってやっぱ授業見せたら、うん、あなたは素晴らしいって言って、うん、これ食べなさいってお菓子とお水をくれたのアミちゃん持っときみたいなねはい、はい、そんなノリでこれもう行けるわ、大阪のおばちゃんだわみんなみたいな。でそれからルワンダも行ったら同じようにみんな仲間ができて、で今後もそうなんですけど、どこ行ってもみんな大体同じなんですよね。そこで安心してるからやっぱり遠慮なく行けるし、仲間たちを連れても行けるというところに行ってます、うんうん、まあ、やっぱり信頼関係ありきなんでね、絶対ですね、本当にそういったところで安全性とちゃんとそれに対しての成果が出るようなところを担保すると、はい、どうしても日本人って海外行くと日本人同士でつるむってもう見るんですよ。あります、ね、僕それあんまり好きじゃなくて、友達とかってそうじゃないですか、まあ、そうですね、なんか例えば目玉焼きに何つけます、塩ですね、あ塩、僕醤油ですねこの辺違うじゃないですか、なんかこれぐらいのノリで、例えばコンゴはプロテスタントで酒は飲まない、でもルワンダはめっちゃビール飲むみたいな、いろんな風習や生き方が違う、それはあるんだけど基本みんな人間で、友達によって付き合い方変えるなんて普通日本でもやりますもんね。やります、やります。でその時に中学の友達をみんな高校の友達の前に連れてって、うん、中友だけで盛り上がってたら、うん、絶対嫌じゃないですか。絶対嫌だから日本人同士でつるみたくないんですよ。そうですよ ね、こうやって日本人、僕一人で来てるけどみんな仲間だぜってやったり、仲間の日本人連れてきてみんなと仲間だぜを作ることがやっぱ本当の仲間なんだろうなと思ったりしますね、うん、本当によくありがちですよね、うん、あのマイノリティの中で集まっちゃうっていうところはありますよね、はい、まあ、そっちの方が楽なんですけど、ただそこに行った意味っていうところはちょっとなくなっちゃいますよね、うん、そしたら、ね、でもうちの中西学園の子たちはやっぱそれを一回経験するので、日本にいる圧倒的多数じゃないですか、だから外国人見てもソーリーソーリーって言えるじゃないですか。でいざ逆になってみって話で、それこそエチオピア行った時に日本人いないじゃないですか、はい、エクスキューズミーとか聞いた時にソーリーってみんな言わないんですよね、うん、英語喋れなくても丁寧にこれね、こっち行って This way So long とかやってくれるんですよ偉いなって、日本人Oh, sorry, no English とか、これやられたら結構辛いですよね、うん、自分が一人の時は、まあ、でも僕の中ではさっきのシスターたちみたいに話しかけてくれて、あんた偉いね、これ食べときっていう形がやっぱりありなんだなって思いますね。確かに、ありがとうございます、はい、じゃあこれまでは仲良し学園が今どういうことをされてるのかっていうところをお聞きしたんですけど、はい、ちょっと次の動画では各国で何してるのかっていうところも含めてお聞きしていきたいと思います、はいはい、
きたいなって思ってます、はい、じゃあこの動画があのいいねと思ったら面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。